ートに会いに来たの。お土産があるんだ。早くこっちに来て。いい？それじゃあ出すよ。じゃじゃーん！なになに？ヒドゥンバイソンの肉？ちょっと、これってすごいレア食材じゃなかった？はい、S級食材ですね。それが、丸々一等分？褒めて褒めて。今から私がキリトにご馳走してあげる。ちょっと待て、この量をキリト一人で食べるのか？そうだよ、キリトならこのくらいの量ペロッと食べちゃうよね。ねえ、あんたの料理スキルってどれくらいなの？料理スキル持ってないよ。スキルがないって、おいおい、それならそこの長級シェフに頼んだ方がいいんじゃねえのか？キリトがそう言うなら私もそれでいいよ。私なら2つ返事で引き受けるわよ。 S 級食材なんてそうそうお目にかかれないし。うん、任せておいて。おい、キリト。俺はラグーラビットの件を常々恨みに思っていたんだが。よーし、行ったな。今回は食わせてもらうぞ。私の料理。冗談よ。で、何を作ろうかしら。相当いい食材なのよね、これ。まあ勝手はわからないけど、聞きながらやればなんとかできるんじゃないかしら。その代わりちゃんと完食しなさいよ。シノノンも一緒に頑張ろう。わかんないところは教えてあげるからね。じゃあ誰が一番おいしい料理を作れるか競争しようか。競争ね。それだとアスナが1位確定になっちゃうけど。それなら大丈夫。私がみんなのお料理を完全監修してあげる。それよりも何を作りたいか、こっちの方が重要になってくるわよ。なるほど、味はアスナの保証付きってわけね。それじゃあ誰が一番キリトが気に入る料理を作ったかで勝負しましょうか。
うん、審査員よろしくね。リズベット特製チンジャオロース一丁上がり。どうって言っても味はアスナの保証付きだけど。赤ピーマンの彩りの代わりにちょっと人には言えない食材使っちゃったけど、でも問題なく食べられているみたいだし大丈夫みたいね。パパ、できましたよ。ハンバーグです。食べてください。それは手がちっちゃくて、でも数はいっぱいありますよ。よかったです。ママにもたくさん手伝ってもらったんですよ。またお料理作ったら食べてくださいね、パパ。はい、できたわよ、一応。でも、いくらなんでも出来上がるのが早すぎて不安だわ。ローストビーフよ。最低でも作るのに2時間がかかると思ってたんだけど。どうぞ、口に合えばいいんだけど。そう。褒めすぎよ。美味しいのは食材の良さとアスナが手伝ってくれたおかげ。まあそうだけど。まあ気に入ってもらえたなら良かったかな。キリトさん、私の料理もできました。手伝ってもらって途中まではうまくいってたんだけど、盛り付けたらなんか美味しくなさそうになっちゃって。はい、これギュートン。大丈夫？お兄ちゃん。本当？
そんなに急いで食べなくても。そうなの？とにかく普通に食べれるみたいでよかった。そっかそっか、見た目が変でも味が美味しいなら合格だよね。なんか私のよりすごい見た目。わかんない。食べて食べて。ちょっと見た目は悪いけど味は大丈夫。はい、キリト。あーん、キリトくん、やった。でしょでしょ。はい、キリトくん、お待たせ。コトレッタ、ミラノ風カツレツだよ。付け合わせのサラダとトマトソースを作ってたら遅くなっちゃったけど。さあ、それじゃあキリト、そろそろ決めてもらいましょうか。キリトは誰の料理が一番だった？私？そうなんだ。ありがとう。でも肉料理しろって言われたらあれは定番じゃない？そう、どうも。よし、そんじゃ1位も決まったところで早速みんなで食おうぜ。こっちは早く食べたくてさっきからうずうずしてるんだからよ。俺もだキリト、早く食べようぜ。いただきます。よっしゃ、一生分の肉を食うぜ。ガツくんじゃねえぞ、しっかり味わえよ。そうは言っても、高級食材なんだから、止まらねえよ。そんなに焦らなくてもまだたくさんあるのに。ものすごい食欲です。でもこうやって自分の作ったものを食べてもらうのは悪くないわね。そうそう、私が鍛冶屋をやっているのも相手に喜んでもらいたいからだしね。皆さん、おかわりもありますからね。私たちも早く食べないと自分の分がなくなってしまいそうです。私のもどんどん食べてね。いやー、堪能したぜ。俺生きててよかったよ。まったくだ。大げさね。でも本当にどの料理も美味しかった。思い出すだけで幸せになれそう。お粗末様でした。
れだけの食べっぷりを見せられると作ってよかったって思っちゃうな。みんなでこうやってワイワイやるのってすっごく楽しいね。そうだ、ねえねえキリト、私今日はここの宿屋に泊まっていくね。私もっとみんなとこうしていたいな。大歓迎ですよ。夜はいっぱいおしゃべりしましょう。うん、賛成。ストレアさんのことをいろいろ聞かせてほしいな。ありがとう。私ごめん、なんか苦しくて眠れないの。ううん、ちょっと違う。うん、まあまあ。ごめんね、心配かけて。多分関係してるのかな。私時々頭の中に自分でない誰かがいる気がするの。その誰かの頭が痛くなると私も一緒に痛くなって、いろいろなものが私の頭の中に流れ込んでくるの。うん、なんかいろんなもの。でもそれが何なのかはよくわからない。何かすごく大事なんだけど忘れちゃってることみたいな。でもそれを思い出しちゃうと私が私じゃなくなっちゃう気もするの。それがとっても不安。キリト、話してたらなんだか眠くなってきちゃった。もうここで寝るって決めたの。おやすみなさーい。入るよ。おはよう、キリト君。わけって何が？ストレアさんはちょっと前に帰っちゃったよ。うん、だからキリト君を起こそうとしたら寝てるからいいよって。昨日はすごい楽しそうだったよね。またいつでも来てねって言っておいたよ。うん、そうね。でね、キリト君、さっき慌ててたのあれ何？本当かな。怪しいけど、まあいい。